毎度毎度、はい、コメント返しね、山ちゃん先生ね、あと伸びた分ぐらい切ってって言われて切ったらやっぱりもうちょっと短くとか、一応そういうお客さんは伸びた分ぐらいだとそんな変わらないですよというようにしてますが、もっと短く切って二度切りになると倍の料金もらいたくなりますね。ではそうだね、最後終わってからにもう一回切ってくれっつうなね。ラーメン屋でラーメン食べ終わった後やっぱりもう少し濃いめの味で作り直せってか、俺と同じだよね。山ちゃん先生は美容師さん上がり、床屋さん上がり、どっちなんだろうね。美容師さん上がりだと毎月1センチ伸びるって聞いてると思うけど、床屋さんはこれ分かってるよね。男の人は1ヶ月で15ミリ伸びるからね。2ヶ月だったらほんと3センチくらいはサクサクっと切っちまねえと。あと低料金の店だとね、伸びた分ぐらい切ってっつったら、まあ一応そうやって短くとか言っても、とりあえずパパパって手が早いからみんな切っちゃうんだよね、最後までね。でそうじゃなくて途中でやめてね、こその耳周りだけちょっと切って、そんでどうって聞いちゃうってのが早いよね、耳の出方でね。だいたい自分は耳の出方で全体の長さ決まっちゃうね。耳を全部出す男とかね、全部出さない男とかね、耳の上を刈り上げするような人とかね、刈り上げっつっても本当に上まで刈り上げじゃなくてちょっとだけ下とかね、上の方までとかね。で耳のあたり切ると大体全体のあれが見えてくるよね。とにかくね、その部分だけ決まらないと次に進めないっていうの。そんなことやっぱりね、さっきも言ったけどな、変なお客様はね、耳だけの周りだけ切ったんじゃ分からないから全部切ってくれっつってね、ほんで切ったら切り直すとかね、そうと本当に困るわな。こういう方はね、お時間をかけてカットしてもらいたいお客様なんだよね。地は値段表に書いてある、外に貼り出してある細かい字だけどね、新規の人って意外とあれね、立ち止まって読んでんだよね。なんて書いてやがったかな、うちな。一応ね、ここまでうちなんか書いちゃうよね。だからご新規の人来てね、時間かけてもいいの。本当にね、1時間ぐらいかけて切ってもらう人来たってね、別にうちはね歓迎しちゃうからね。だから本当に値段高くなりますって書いてあるけど、だからこれさ、2000円で1時間切ってくれっていうさ、そういうせこいお客様、そういうのもだから来なくていいよってことだよね。だから皆さんのお店にね、なんかそのめんどくさいお客様、ボサボサで伸びてさ、なんだでもねこうでもねって言って1時間かかるような方、伸びた分ぐらい切ってって言われてもう一回切り直ししてくれっていうようなカットの方、これがさ1ヶ月で何人いるかね。5人6人だったらそのお客様が来ないようなメニュー設定にしちゃってもいいんだよね。ね、会社側としてはね、どうせ暇なんだからそういうのでも何でもかんでもやれという考え、それが間違えてんだよね。それが本当美容師はメンタル疲労なんだよね。そういう人に限って忙しい時に来るんだ。結局ね、よその店で断られるんだよ。お店が忙しい時ってよそのお店も大体忙しいからね。初夏なんか天気がいい時、急に暑くなった時とかね。そういう時ってみんな一斉に切りたくなってね。で、いつも行ってる高い店行ったけど断られたから、回り回って安い店で来たとかね。そんな程度なんだからみんな。そういう人が来た時にね、値段対応していけばいいだけだよ。最初から値段表に書いておけばいいんだよね。だからそういう人は、まあ切ってくれれば値段なんか関係ねえってなるから、男の人はね。値段いじるときはね、やっぱり今現在お店を支えてる柱になってる部分、これを値段変えるときは本当微妙に変えてね、あまりいじんない方がいいよね。本当にちょっとだけ値上げしてね。頭洗ってくれっていうだけの人とかね、頭洗うだけでもカットするのとほとんど変わんないからね、時間的にね、洗って乾かしてね。乾かさなくていいですっていうせこいお客様いるけど、乾かすのはサービスですぐらいね、乾かすだけだったらサービスですってんで、ロングマシ取って2500円とかね、洗うだけでもね、ショートだったら1500円とかね。需要がない部分はね、値段高めでいいんだよね。別にね、需要がない、もともとないからね、来なくても別に売り上げにはあんまり影響ないからね。まあ山ちゃん先生ね、本当に今のね、理美容のね、料金設定ね、間違ってる。本当に間違ってる。本当にね、山ちゃん先生がね、動かなければ何にも変わんないよね。本当みんなで話し合ってね。そんでやっぱり、新規のお客様でめんどくさいこと言うようなお客様、まあこういう人が来たら、ラッキー俺やるわっていうような値段つけとかないと、やっぱり面白くならないよな、仕事がな。はい、お疲れ様でした。